大阪近辺は特に私鉄の争いが激しいような区間であります。この辺りの輸送は東西南北4方向に分かれています。正確には5方向はありますが、まず京都方面。こちらは東海道本線が走っていますね。それから東海道新幹線に並走する形で阪急京都本線。こちらは一時期ではありますが、新幹線の軌道を使っていたくらい新幹線に近いです。ですから東海道本線とも距離は近めです。同じ京都方面では一線を画する存在が京阪本線です。京阪電車は大阪の淀屋橋駅と京都の三条駅を結んでいますから、より京都の中心部へ乗り入れています。もっとも、阪急も終点は河原町駅です。こうなればそこまで困ることもないですし、桂駅からは嵐山線も分岐しています。京都のアクセスは、JR は八条あたりの観光ならば最も便利ですけど、基本的に伏見とかみたいに南とか、もう少し北の鴨川沿いとかが人気ですから、京都駅は思っているよりも便利ではありません。新快速で一気に移動できる滋賀県との関係の方が東海道本線は強いでしょう。西には神戸市があります。こちらも三つどもえです。ここはどうなっているかと言いますと、阪急電鉄の神戸本線、それから阪神電気鉄道、どちらも梅田駅から出発をしています。梅田駅と同じところに JR の大阪駅があります。ですから起点と終点は近いです。ほぼ同じです。都心は三宮ですが、どちらも同じ位置にあります。京都以上に激しい戦いです。なお、速さは JR の新快速が強いです。これだけは勝てません。どんなに私鉄が幅の広い線路でも厳しいです。運賃が安いのが私鉄の強みですけどね。まあそこまで変わらないんですけどね。なお京都方面から直通する場合、阪急だと乗り換えが必須なので、不便です。やはりここでは JR が強くなります。一方阪神も難波線が開通し、大阪の南のエリアからは独占的に乗客を獲得できています。阪急は宝塚方面でも対抗していますが、ここは経由地が異なりますから、シェアは微妙なところです。かつては阪急の圧勝だったんですが、また奈良方面の近鉄とも直通していますから圧勝です。JR は勝てません。関西本線が並走しているんですが、厳しいですね。関西本線よりも直線的なのが一番の理由で、あとは難波線は阪神電車と直通し、乗り換えが簡単に、兵庫県方面まで行けますから、こういった需要を拾うことができたのです。南の方向には、南海電気鉄道と阪和線が対抗していますね。どちらもかつては私鉄路線で、スピードを上げていたのです。これは国鉄になっても同じで、大阪鉄道管理局は積極的にスピードアップを図りました。大阪の南から出発し、和歌山に至るのは同じですが、途中の経路は結構違って、阪和線が内陸部、南海電鉄は海岸部です。ですから需要は違います。沿線人口は、市の中心部の多くは南海電鉄側に位置していますから、阪和線にとって結構厳しいですね。阪和線の強みは、和歌山県方面の特急列車があることとか、長距離の切符が安いことでしょうか。車両については甲乙つけがたいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。当チャンネル、マイトリップでは、毎日投稿の名列車ほぼ日編、週1回の昭和編や、旅行記など多くの動画を投稿しております。よかったらチャンネル登録、高評価をお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。ではまたお会いしましょう。